ようこそお越しくださいました。では守屋編集長より井川遥さんへ盾の贈呈です。ではここで記念撮影をしてまいりますので、お二人揃って笑顔でカメラをお願いいたします。まずは時の人賞受賞おめでとうございます。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせていただけますか。はい、このような素敵な賞を年の瀬が近づいてきたこの1年の終わりを本当にご褒美のような気持ちでお話を伺って、今日楽しみにしてまいりました。この1年が充実した日々だったことをこの賞を通して本当に実感しております。本当にこの度はありがとうございます。ありがとうございます。そして先ほど編集長からもありましたが、はい、井川さんが出演されているドラマ、はい、下克上球児がいよいよ、今週17日に最終回を迎えるということで、はい、皆さん楽しみにしていらっしゃるかと思います。はい、人気ドラマへの出演だけではなく、はい、井川さんは自ら立ち上げられたファッションブランドのディレクションをされていらっしゃるなど、多岐にわたるご活躍をされています。もうファンの皆さんを増やし続けていらっしゃると思うんですけれども、改めて今少しお話あったんですが、はい、2023年振り返ってみていかがでしたか。そうですね、今年は大きな作品にドラマでは2つ出演させていただきまして、1つは罠の戦争という、やはり毎日を不慮の事故から立ち直っていく夫婦を演じたんですけれども、その毎日のエネルギーを蓄えてこう現場に向かっていたんですね。その一つの仕事を終えまして、夏からはですね、今の下克上球児に入って、本当に2つの現場が非常に士気の高い現場だったので、皆さんに追いつこう、また自分がその一員として本当に楽しく、そして役割を果たしていけたらなというふうに思っていたので、そんな本当に素敵なドラマに参加できたことが本当に今年の嬉しいことですね。そして私はブランドを立ち上げまして、今年で7年目になったんですけれども、本当に素材選びですとか商品が出来上がるところまで全部関わらせていただいてるんですけれども、そうすると異業種の方々とたくさん触れ合うわけで、そこを通しての本当に自分の新しい道というのを築いてからの40代スタートしたんですけれども、今年7年目でそれがどんどん形になっていくという喜びを感じています。なので仕事で充実して過ごしているこの日と日々と家庭との両立はまだなんか全然両立といっても自分の中では正解が出せないままなんですけれども、でもすごく手応えがありますし、応援してくださる声を本当にダイレクトに聞ける今の活動に本当に感謝をしています。ありがとうございます。非常にこう充実感のある1年だったんだなということが伝わってまいりました、はい、ありがとうございます。そして先月発売されましたプレシャスの12月号では、はい、特集の関東ページ飾っていただきました、はい、都会の夜を舞台に華やかにドレスアップされた写真も本当に素敵で、はい、ずっと見ていたくなるような、引き込まれてしまうようなページでしたけれども、改めて撮影振り返ってみていかがでしたか。そうですね、やっぱりドレスアップするっていうのは女性をこう高揚させてくれるんだなと思いましたし、すごくやっぱり綺麗なドレスに身を包んで背筋を伸ばして、そしてまだ撮影は夏の暑さが残る中だったんですけれども、風も吹いてきて本当にドレスと夜景が一つになって、その時間も本当に楽しかったのをそのまま写真に残していただいたような形でした。撮影自体を非常にこうプレシャスな時を過ごしていただけたんですね、はい、まさにそうですね。ありがとうございます、はい、さあそして今回は時計へのこだわりもお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、井川さんはいかがですか。身につける時のこだわりってどんなものがおありですか。そうですね、そんなにたくさんは持ってはいないんですけれども、本当にジュエリーのような感覚で、そうですね、輝いているものも好きですし、メンズライクに大きめにつけるのも好きですね。まさにジュエリーのようにっていう感じで、ファッションの最後の味付けとしてそこで時計で決まると言いますか、
またはこの時計をしたいから今日はどんな服装をしようかなっていうふうに思うこともあって、やっぱり時計にはそういう楽しみがあるなと思います。ファッションへの最後の味付けですね、はい、なるほど、ありがとうございます。さあ、そして先ほどお話しいただきましたけれども、はい、本当に女優業でもプライベートでもお忙しい時間を過ごされていらっしゃると思います。先ほどバランスはなんてお話しされてましたけれども、はい、井川さん改めてお伺いしますが、はいはい、そのライフワークバランスはどんなふうにされていらっしゃいますか。そうですね、なんでしょうね、とりあえずもう一つ目の前のことを一つ一つできる限りエネルギッシュにやっていたいなと思うんですね。どうしても子育ては子どもとの時間というのはエンドレスなので、いつも仕事にいながらも今日の買い出しはどうしようかなとか、お弁当分はどうしようかなとかっていうのをいつも同時進行で考えてるんですけど、その分私自身はとてもタフになったなと思っていて、やっぱりそうですね、バランスっていうところではなかなか難しいんですけれども、でも走った分ちょっと時間ができた時にそこの部分を補ってっていう感じで、小さくちょっとこう立て直していくような感じですかね。もうちょっと立ち止まってみる時間とかもおありですか。はい、はい、そうですね、今は子どもたちが中学生と小学生になったので、それぞれ休みの日が違うんですね。長期的な休みもずれているので、一人ずつを旅に連れて行って子どもとの時間を深くしたりとか、はい、私もそうですね、自然に触れることによってすごくリセットされるので、そういったところで日々のリセットはなかなかできないんですけれども、そうですね、時々そうやって、はい、リセットしています。なるほど。そんなお忙しい井川さん、毎日の中で大切な時間というのはどんな時間ですか。そうですね、いつも眠たい、明日は早く寝るんだと思うんですけど、いざ夜更けてくると一人の時間がもう本当に楽しみたくて愛おしくて、ついついそこが夜更かししてしまうんですけれども、その時間がキッチンにいながら仕事もやりながらなんですけれども、自分のタイミングで自分の好きなことをやれる唯一の時間なので、毎日その割と深めなんですけれども、その時間が自分にとってのリフレッシュになっています。きちんと大切な時間を取ってらっしゃるんですね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、では最後になりますけれども、はい、今年は本当に充実した1年をお過ごしでした。来年2024年はどんな時を過ごしたいか教えてください。はい、来年私実は年女なんですね。そういえば子供の時に年女ってどんな感じかなと思ったら、36歳ぐらいでイメージがなくなってしまっていて、いよいよその子供の時にイメージしていなかった年代に突入するなと思っていて、いざなってみるとまだまだ先は長いぞと思いますし、12年前は2人目を産んだ年だったので、全く今こんな風に仕事させていただいてるって想像もしていなかったので、来年はもう一度そうですね、自分の時間を少しずつ取り戻していけたらなと思いますし、何事も楽しんでいける自分でありたいなと思います。ありがとうございます。2024年も素敵な時を重ねてください。ありがとうございました。というわけで、時の人賞を受賞したのは女優の井川遥さんでした。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。